これ産経新聞が報じてます。欧米マスク争奪戦となっております。はい、マスクをね、これまで欧米の人はあまりつけない習慣だったというふうに言われてますけれども、そういったところに需要が増加した結果、世界中で争奪戦になっていると。そうですね、CDC アメリカのですね、疾病対策センターがマスクをつけるべきだと言い出しておりまして、またドイツがですね、タイに発注した 3M アメリカの 3M 製のマスク20万枚が行方不明になり、これにアメリカが関与しているのではないかという話も出ております。実を言うと今マスクの値段なんですけれども、医療用と言われる N95 というマスク、日本で言うと DS2 と言われるマスクなんですけれども、サーズの時に使われましたね。はい、これがですね、1枚今4ドル20セントから5ドル近くまで上がっていると。世界の値段ですね、スポットの値段で、実を言うと最先端の CPU コンピューターのチップですね、これがですね、3ドル20セントということで、チップよりもマスクの方が高いという状況に今なってるんですよね。本当にですから、マスクの値段の上昇というのはこれどうしようもなくて、でベースとなるですね、メルトブロン不織布というフィルター素材、これの 80% 以上を中国が一度、生産しているものですから、他国に回らない状態になってしまっているということがやっぱり大きな問題なんだと思います。で、マスクなんですが、日本政府の方はですね、布製のマスクを配布するということを決定し、1世帯あたり2枚配りました。これには大きな意味があるんです。なんで2枚だけだとかいろんなことを言う人がいますが、日本の年間のマスクの消費量、これまで約60億枚でした。ということは1人であたり大体5枚ぐらいしかもともとがないんですね。でさらに言えば、そのうち8割近くが中国など外国からの輸入でしたから、日本国内での生産量というのは年間11億枚しかなかった。つまり国民1人当たり月1枚程度しか生産ができない体制だったわけです。当然中国とか海外で作った方が安いからということで、日本企業が海外に工場を移転したのが大きな理由ではあるんですけれども、でさらにその状況の中で、国内には約10億枚の流通在庫、店頭に並んでいたりとかいうのがあったんですが、これが1月半ばから下旬にかけて大量の購入者などが生まれたことによって、マーケットから消えてしまったと。中国人たちがですね、母国に送ったとかいろんな話は出ておりますけれども、で1月下旬でもうマスクがないという状況の中で、日本政府は従来のメーカーに増産を要請しまして、メーカー側も365日24時間体制の生産に切り替えたものですから、やっと2億枚程度の生産ができるようになった。でそれに対してさらに補助金をつけて、今積み上げて約7億枚の生産体制、月産ですね、月7億枚の生産体制になりますが、7億枚って言っても国民1人当たりですねに分けてしまえば、本当に1人5枚とか6枚とかそういう世界になってしまうわけですから、月足らないわけです。さらに言えば、医療関係者に配るものを優先しなくちゃいけない。なぜかというと、治療に当たっている人たち、コロナのウイルスを受けたマスクをつけて次の患者さんを診療すると、マスク自身が汚染されてますから、健全な人たちも感染させてしまう可能性が高い。ですから医療関係者に使い捨てマスクが優先されて供給される仕組みを今作ってるわけですね。実際にもう配布が始まってるわけです。その上でメルトブロン不織布という特殊な布がないものですから、これに代わるものとして布製のマスクというのが採用されたわけです。布の場合は洗えます。また今布といっても抗ウイルス繊維などの優秀な布が出ておりまして、一部はもうこの抗ウイルスの加工がなされた布製マスクが配布されているということは聞いています。で布に関しては国内の縫製工場で縫製ができます。特に今身体障害者等のですね、施設等でお願いして作っていただいている部分もかなり出回り始めました。さらに海外の、大手アパレルメーカーの、縫製工場、こちらにも
生地もあれば素材もあるものですから、大手アパレルメーカーの工場での生産も開始されています。でミャンマーの工場だけでも月産1億枚までキャパシティを持っておりまして、世界中の縫製工場でですね、日本企業にお願いする形で生産が開始されています。またアイリスオーヤマなんていう会社は、国内での生産を再開する、開始するということ で、月5000万枚、生産が開始されるとか、まあ、シャープが開始したとか、当面はですね、このマスク不足というのはもう世界的な需要の増加ですから、日本だけの問題であれば日本政府がどうし何とかできるんでしょうけれども、原材料になる部分が世界中で奪い合ってますから、それがなかなか難しいというのが現状であると。でその中で一般の人たちが布製マスクを使えば、医療関係者に使い捨てのマスクが大量に供給できるという中でなされた判断が今回の布製マスクの配布で、まず布製マスクに関しては老人施設に配布しました。そして小学校など学校に子どもたちを守るということで配布しました。でその次の段階として国民1世帯あたり2枚ということを決めたわけで、決してこの2枚というのも今の政府ができる最大限の努力ではあると思うんです。でさらにこの今後ですけれども、なぜこれが台湾のように国民全員にその身分証明書とかで売れないのかというような意見もあるんですが、これも全部検討したんです。実を言うとなぜかというと、マイナンバーはありますがまだカードに切り替えてない人たちが8割近くいる。運転免許持ってない人がいる。保険証を出したからとして言って、これを複数の箇所で保険証を出したら変えちゃうよねというような、いわゆるコントロールする仕組みそのものを作れる状況じゃない。で役所で配るという手はありますが、役所で配った場合役所に人が集中しますから、それが感染の原因になってしまうということの、さまざまな問題の中から今回いわゆるポスティング、全ての住居に配布していく、ポストの中に入れていく、これエリアメールっていうんですけれども、いつ確か26円ぐらいかな。で住所を書くこともなく全部のポストに入れていくという方法を取ったというのが今回のその事例であって、決して他に方法があればやるんだけれども、できない状況でこれを決定したということもやはり理解すべきだし、逆に布製マスクをバカにする人いますが、ここ 2,3 日 CDC が布でマスクを作りましょうなんていう動画を流したりですね、飛沫を防ぐ、飛沫を外に飛ばさないという効果であれば、使い捨てマスクも布製マスクも変わりませんから。で使い捨てマスクはウイルスを完全に防止することはできません。この点に関しても布製マスクと一緒ですから、布製をバカにするのはやめた方がいいと思います。自分がうつさないってことですね、はい、特にね、うつんないわけじゃないけど、でもないよりはいいし、はい、っていうことですよね。ここまで政府がまあ、バカにされながらもこんな政策を取るということは、僕はおそらく2週経っても3週経ってもこのマスク不足は、まあ、解消されないっていうふうに国民は動かなきゃダメなんだろうなと思いますね。はい、続きはです